地震は断層の活動である。地震とは地下深いところで岩石が破壊される現象で、破壊のショックが地中を波となって伝わり、地表に達したときに地上にあるものを揺らす。池の中に石を投げ込んだとき、石の落ちたところから波紋が広がるのと同様のことが地下で立体的に起こると考えればよい。地下での岩盤の破壊を断層運動という。断層運動とは、ある面を境にして両側の岩盤がずれ違う現象で、その面が破壊面となる。また地震の波が進む速さは地盤の性質にもよるが、速い方の P 波が秒速約 7km、 遅い方の S 波が秒速約 4km である。